ピエン、新しい顔よ。なんだこいつは。はい、どうもワイヤンマンでございます。ウィウィ、今回ですね、前回ぶち壊れたボトルマンのお友達システムというものがございましたが、何この闇がっかいサムネ。今回そのお友達をですね、作り直していきたいなというふうに思います。ここだけ見たらめっちゃサイコパスだな。普通友達まみったら絶望だろ。直せるよ友達って。壊れても直せるよ。語弊しかない言い方やめろや。どうせなので、友達の顔も、この際、変えちゃおうかなというふうに思います。さらにヒットをデジタル計算できるようにもします。無駄に手込んでんじゃねえか。今回使うのは前回同様、バトルビーダマンスーパーアルティメットシューティング。だからトミーが出した一人でも楽しめる最高のおもちゃだよね。簡単にいけばこの機械につけるアタッチメントを今回作ります。今回も打ってくるシステムを入れつつ、本来ペットボトルの威力では反応しない部分を改良しデジタルカウンターを復活させます。こういう説明してると2016年の頃自分の動画を思い出す。普通か高校卒の劣等生でもサンディープリンター使える時代って素晴らしいですよね。強度の計算くらいしろや。前回同様発射機構はこんな感じで一つずつキャップをモーターのところに押し出していくシステムです。完璧に計算された構造なのでジャムることは一切な。早速詰まってんじゃねえか。2発同時発射も可能です。ものはいいよ。デジタルカウンター部分にはもともと設置されていたものだと開始のバネが強くボトルキャップでは押し込めないので、ヒット部分をプラプラさせてみました。これによってペットボトルという軽い素材でも、ご覧のようにダメージカウンターを発動させることができます。まあこのスロープのボラスというのは難易度高いけどな。あとは顔をつけて完成です。この両腕と頭に意味はあるの？可愛さが増して親近感が湧き心開けるかなと。親近感どこで湧けばいいんだこれ。なんか来た。やはり対決する相手ということでちょっと恐怖感もあった方がいいかもしれませんね。西の会議じゃねえか。お一人対戦のテーマにぴったり。手配が実践です。ルールは簡単。この両脇の指破壊装置を守りつつ、西ノンに何回ダメージを与えられるか。いただっているとタイムオーバーになるから避けないとな。レディファイ。よし。打ってくる前に、すいません。意外と強い。届くかな、ヒットに。ちゃんと対人戦してるみたいに持ち合いになってるな。届く。当たった。ただでさえ的が小さいのに左右に動くから結構難しいな。結構難しい。待って、あの真ん中にあるのがすげえじゃないな。うわぁ、当たんねえ。いったー。ここで西ノンの反撃。ウプ主が弾を詰めている間に。ナイスショット。ちょっと待って、残り1機だ。いや全然当たらん。むずい。指破壊システムが両側なくなったらゲームオーバーという予定だよ。坂登んないといけないからな。ここだろ。うわぁ、結構動く敵狙うの難しいな。はっ。うわ、ちょっと待って、一発しか当たってない。スロープ登ってる最中に移動するから激ムズになるということを計算に入れてなかったよ。ここだろ。よっしゃよっしゃよっしゃ。相手の弾を切れたからもう一歩台。ここで西野の頭切れ。ここで最後の追い上げである。避ける避けない関係なしに普通にムズすぎるなこれ。いやウプ主がボトルマンのおこんなだけな気がしてきた。しかしこの打ち返してくる機械公式でも出たら結構売れるかもしれない。さあここでタイムオーバー。結構白熱するな。さあ気になる得点は。結果2しょっぽ。新型出そう。最初から詰めとこう。そうしよう。まあ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 、あっちも最初から詰めてるわけだから。俺は結構連射ができるから。痛ー